アルトワークス DIY OBD2 メーターにカーウォーシートを貼る編です。 OBD2 メーターにもシートを貼ろうと思います。準備して、とってもプラスチッキー、ペロリシートを巻き巻き、グリグリ、ペタペタ巻き巻きですね。うまいこと貼れるかな。軍艦巻きのノリみたいですね。ヘラを使って細かい部分を、そしてはみ出したところはカットです。ペロリ。力を入れずに切れるシートなのでスーッと切れますのでね。この端っこを切るときはスーッと気持ちいいですよ。スーです。はい、あ、ここはみ出してるからちょこっとペロリと。はい、こんな感じで前貼れましたね。いい感じですね。それじゃあ引き続き後ろも貼っていきます。はい、後ろも、切り貼りをしましたけどね、細かいんでボタンとかありますんでね。はい、こういう風に細かいところはヘラを使って押し付けます。そしてシワが伸びるかなっていうところね、あの細かい部分はヘラでキュッキュッ、指でキュッキュッです。はい、こんな感じにできました。OBD2 メーター AP6 はですね、とってもプラスチック感があるのでシートでカバーしてみました。簡単にチューンできるので皆さんも貼ってみてください。ありがとうございました。